初見オガダロックは中国及び中華圏で著名な小説家、金伊佐の武教小説の一つ。金伊佐が最初に執筆した武教小説である。初見オガダロックは1955年から1956年にかけて香港の新聞、新版法に連載された。1954年、白鶴圏の陳活を徳れ派隊局圏の呉れ講という、 当時の香港で有名だった二人の武術家がマカオで対戦するという事件が起こって話題を呼び世間で武術熱が高まった。それをきっかけに新版法では武教小説の連載を企画することにし、まず、金伊佐夫の同僚で友人でもあった両派部が劉古島経過の連載を開始、新武教小説の時代の扉を開いた。続いて金伊佐夫も、 武教小説の執筆を始めることになり、誕生したのがこの、初見オガダロックである。物語は、18世紀、新朝が最盛期を迎えた、乾隆年間の中国大陸を舞台に、満州族の新朝の乾隆帝が、実は漢族であったという民間伝承と、伝説の美女、皇妃の逸話を絡めながら、滅満交換を掲げて成長に敵対する、崩壊紅花界と、 ウイグル族による半身の悲壮な戦いを描いている。初見オガーダロクは、民族と国家、個人と国家の矛盾が重要な主題となっており、異民族による中国の征服とそれへの抵抗に加え、竹林の各門派の構想や、男女間の恋愛などが、壮大な歴史活劇の中に書き込まれており、後の金伊作品の特色の多くが、初見オガロクにおいて、すでに現れている。 新朝が最盛期を迎えた天竜年間、滅満交換を掲げ、新朝の打倒を目指す崩壊紅花会のソーダ州ウバンテイは死の間際に養子の陳家楽を後継者に指名する。最域にいた陳家楽を新しいソーダ州に迎えるため紅花会の英雄たちは安政州へ向かう。ところが、その途中、ウバンテイの遺言から、 乾隆帝の首相にまつわる重大な秘密を知らされた、紅花会屈指の使い手、文太雷とその妻、楽氷は、朝廷が放った刺客に襲われ、文太雷は深手を負った末に囚われてしまう。仲間の救出に乗り出す鎮火楽に率いられた、紅花会の英雄たち。果たして、文太雷を、朝廷の手から取り戻すことができるのか。そして、剣竜帝が必死に守ろうとする首相の、 秘密とは ?1996 年10月から1997年1月にかけて、徳間書店の金伊佐武教小説集の第1回観光作品として、岡崎弓役の全4巻が出版された。2001年4月から2001年5月にかけては、徳間文庫より全4巻の文庫本も出版されている。 秘密結社ベニバナカ ISBN4 から19から86万582から三県流亭の秘密 ISBN4 から19から86万600から5砂漠の花コーヒー ISBN4 から19から86万615から 三四金城の対決 ISBN4 から19から86万631から5秘密結社ベべバ番中井 ISBN4 から19から89万1482から六県流亭の秘密 ISBN4 から19から89万1483から四砂漠の花コーヒー ISBN4 から19から89万1501から 六四金城の対決 ISBN4 から19から89万1502から4ありがとうございます。